ここまでですね、今、まあ、宇土選手のご自身のパフォーマンスに関することを中心に伺ってきました。で、まあ、中にはね、こう、ジュニア世代の選手の方ですとか、指導者の方が、まあ、大いに参考できる部分もあったと思うんですけども、ここから先は、ジュニア世代の選手に向けて、宇土選手からこう伝えていただきたいなと、まあ、まあ、私は考えていることを、ちょっといくつか質問をさせていただきたいなと思っております。はい、まあ、まず一つ目なんですけども、ジュニア世代、まあ、年代としてはまあ中学、高校ぐらいを想像していただけるのがまあ一番わかりやすいかなと思うんですけども、その中学、高校の6年間って、まあ、やっぱり一番こう身体的にもスキル的にも成長の幅が大きいのもありますし、その成長の速度にも結構ばらつきがあるかなと思うんですけども、まあ、特にバスケットボールになって身長の高さっていうのが非常に大事になってきますし、その背が伸びるタイミング、スピードっていうのも人それぞれ全然違うと思うので、例えばまあ早熟型の選手とか、待機晩成型の選手とか、まあいろいろいらっしゃるかなと思うんですけども、宇土選手がこう今までバスケットボールに関わってこられた中で、あ、この選手伸びるな、この選手めちゃくちゃ伸びた、そういう選手の共通している特徴とかってあったりしますか？小中学生とか小中高校生で、はい、僕が、伸びるかもなって思うような、はい、僕個人的に好きな選手の特徴は、はい、すごく頭を使う選手は僕は好きなんですよ、はい、結構僕がそういうタイプで、まあ、こう体を動かしたらこう動くなとか、はい、ここに例えばここら辺にこのスピンでボールを当てたらシュートが入るなとかを常に頭を使いながらいろんなことに挑戦する子たちとか、はい、やっぱり僕らが教えた言葉って常に簡単に説明できるわけではないんで、はい、やっぱり一生懸命僕らも一生懸命伝えようと話すんですけど、それをしっかり自分の中で噛み砕いて、はい、自分なりにしっかりチャレンジする子たちっていうのはすごく僕は今後の、まあ、その指導者とかもあると思うんですけど、はい、その結局自分だけでプロになるっていうのは難しいんで、はい、周りの協力がいかにどうなるか分かんないですけど、その子たちは僕は伸びるのかなって思います。僕は個人的に好きですね。まあ、ただこの教えられたことを与えられたメニューをこなすだけではなくて、それをしっかり自分の中でこうどういう目的でこういう練習があって、でどういうふうに取り組めば自分のパフォーマンスが一番上がるのかというところをしっかり自分で考えて実践できる選手っていうのはやっぱり伸び続けるよっていうところです。そうですね、やっぱり惰性でやるより、やらされるより、自分で頭使ってやるっていうのはすごく大事だと思ってて、僕はもうずっと小学生の頃、どっちかっていうとひねくれてたタイプだったんで、なんていうんですか、レイアップっていう技術があるじゃないですか。よく教えられる技術として、置いてくるっていう。でも、置いてこれる選手と置いてこれない選手いるじゃないですか。そもそも。それって抽象的な例えなんですよ、僕の中で。置いてこれるっていう。そこまで飛べれば置いてこれるんですけど、もっとちっちゃい子ってこう投げなきゃ入らないですよね。なるほど。置いてきたらだってもうそのリングに届かないですから、はい、っていうのを僕はずっとその小学校の時にひねくれてたんで考えてて、はい、僕その時ちっちゃかったんで、はい、置いてこれない人はどうしようって思ったんですよ。なるほど、はい、時にじゃあこうスピンをかけて常に同じところに当てれば常に同じシュートが打てるんじゃないかと。なるほど。って自分は思ったんで、ずっとそれをやってて、はい、小学校のミニバスの先生に、なんでお前はそういうナレアップを打つんだって言われた時に、僕はなんか、あ、はい、すいません、みたいな感じだったんですけど、やめる気はないんですけど、はい、あ、すいません、みたいな感じだったんですけど、僕のチームメイトのキャプテンだった子が、いや、直樹はそれでいいんです、みたいなことを、はい、多分僕のことを理解してくれてて、言ってくれて、はい、なんかそういうのも、あ、そういうことを言ってくれた人もいたんで、あ、僕は、あ、じゃあ自分間違ってないなと思って、やってたっていうのがあるんで、まあ、常にひねくれろってわけじゃないですけど、はい、やっぱり頭を使ってやってたから、まあ、今があるのかなっていうのはすごく思います。やっぱり考えて自分でこう努力できる選手っていうのはやっぱり伸びていくよと、はい、と思いますね。僕はやっぱり。なるほどですね、ありがとうございます。はい、はい、そうしましたら次に、まあ、ジュニア世代の選手
ていうのは、まあ、やっぱり伸びる時期にもやっぱり大きな違いがあるかと思うんですけれども、うん、早熟型の選手と晩成型の選手、まあ、そのいつからが晩成型かっていうのも難しいとは思うんですけども、なんかそういう、こう伸びる時期の違いによって何か特徴があったりとか、そういうのって感じてらっしゃいますか？どうなんでしょうね。もちろんその身体的な、はい、例えば小学校の時はめちゃくちゃちっちゃかったけど中高でめちゃくちゃ伸びたとか、はい、身長がめちゃくちゃ伸びたとかだったら、まあもしかしたらその伸びた時にね、パフォーマンスも伸びるっていうのもあるかもしれないですし、はいはい、まあ、逆に指導者によって小中で出会えなかったいい指導者に高校では出会えたとかがもしかしたら関係するかもしれないので、まあ、そこは一概に多分早熟型の特徴とか晩成型の特徴っていうのはどっちかっていうと周りの環境なのかなって僕は思います。どっちかっていうとその、まあ、もちろんその身体的な、僕の場合はだからこの身長でもこの動きができる理由としては、僕の場合は小学校の時ちっちゃくて、中学校も最初ちっちゃかったんですけど、最初から僕はこのポジションやってたんですよ。でもどん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 身長伸びていって、当時の中3では僕結構大きい方だったんですよ。僕184ぐらいまであったんで。でもこの当時の中学生のちっちゃい子たちと同じポジションやってたんですよ。その大体中学生って身長でかかったらインサイド入ってくださいっていう中学校多いと思うんですけど、僕の場合はなくて、その僕はそのまま身長伸びても同じポジションやらせてもらえてたんで、この動きができるのかなっていうのはあるんで、まあその身体的な部分もあるかもしれないですけど、結構周りの環境も大きいのかなとは。なるほど。難しいですね、そこはちょっと。でもそれは今の宇都選手のお話を聞いてると、そのジュニア選手の子たちにもこう、まあ、希望が持てるというか、 そうですね、諦めないのはもう重要ですね、やっぱりその今環境に恵まれてなくても、その環境でできることを一生懸命やって、はい、でその環境がいいところに行けるように自分で努力するっていうのはすごく大事かなって思うの で、まあ、いかに自分がねどの環境がいいかっていうのをあえてその周りの環境のランクを落としていって、自分の茨の道を進むで自分を向上させるって人もいれば、よりいいところに行って、はい、そこで一生懸命トレーニングすることによって伸びる人もいると思うんで、はい、まあ、そこは人それぞれだと思うんですけど、はい、まあ、いかにそう一生懸命諦めずに頑張るっていうのは大事かなと思います。そうですね。まあ、まだその小学校、中学校、高校で諦めるのは早い、うん、まあいや、そんな必要ないと思いますまだまだもう全然全然そんな諦めてる暇があったらもっと考えてやった方が、努力をして、はい、まあ、もうプロになりたいって思うんだったらそれぐらいやってもいいんじゃないかなって思いますね。まあ、なのでその諦めずにしっかり自分を高めるためにどういうことをすればいいのかっていうのをしっかり考えてやっていけば、まあその早熟型とか晩成型とか、そういうの関係なしにしっかりパフォーマンスが伸びていきますよと。で、環境が変わればそれだけでガラッとパフォーマンスが変わる選手もいるので、やっぱり今のこう環境でこうベストのパフォーマンスが出せてなくてもこう諦める必要はないと。ないと思いますね。いうことですね。はい、はい、ありがとうございます。やっぱりプロで活躍されている選手からそういう言葉を聞けるとね、今ジュニア世代で頑張ってらっしゃる選手からすると非常にね勇気づけられるというか、 これからもねもっと頑張ろうっていう気になれるかと思います。ありがとうございます。はい、はい、では次にですね、宇都選手の小中高のこう練習を思い出していただいて、あの時この練習をやっていたから今がある、そういう練習があれば教えていただけますでしょうか？難しいな、まあ、僕が個人的にすごく大きかったなって思っていることが、中学校の時に出会った先生2人いて、で愛知県の中学校って部活が終わった時期からクラブチームっていうのがあって、クラブチームの大会とかもしっかりあるんですよ。まあ、そういうバスケ環境な愛知県で僕は育ってるんですけど、その時にやっぱり出会った2人のコーチは面白いことを言ってましたね。なんか僕らは常にバスケットやるならかっこよくやりって言うんですよ。かっこよく
不思議じゃないですか。なんかみんな基礎基本とかをやっぱ言われると思うんですけど、まあ、基礎基本も大事なんですけど、もちろん。けど、とにかくかっこよくプレーしろって言われてて、はい、僕らは中学校の時に全然ダンクとかもできないのに、はい、もうボード使ったアリウープパスとかも全然してたし、はいはい、もうビハインドパスなんか当たり前のように、はい、後ろを通すようなビハインドパス、はい、派手なプレーっていうのは当たり前のようになってて、はい、もうそういうチームで育ったからこそ、はい、なんていうんですか、その僕ら中学校では自由な発想でバスケができたんですよ。あ、なるほど、ね、何にでも挑戦できたっていう。なるほど、なるほど。もうなんか普通のレイアップ行くようなもんなら、もう直樹かっこ悪いぞって言われるんですよ、こう監督に、はい、当時、はい、それぐらいなんか面白いコーチだったんで、はい、もう本当に失敗してもいいから、僕はどっちかというとそういう風に思ってましたね。失敗してもいいからもっと派手にやろうとか、もういろんなプレー挑戦しようみたいなのをやってましたね。そこでやっぱりそのプレーの引き出しを増やそうという風にいろいろ努力できたっていうのがやっぱり大きかった。そうですね、自由な発想っていう、まあなんか、まあ、自分で言うのもなんですけど、僕のドライブってちょっと変だと思うんで、はい、なんか変わってると思うんで、フィニッシュの仕方とかもなんか特殊だったりとか、はい、ドライブってやっぱゴールに向かっていくイメージあるんですけど、僕の場合ゴールから離れながらレイアップ打ってたりもするんで、はい、まあ、その辺はやっぱその自由な発想のおかげで今もその技術が備わってるかなって思うので、かなりそこはまあまあ周りの環境もあったと思うんですけど、そこはすごく僕の中では良かったかなって思います。まあ、そのジュニア世代の時からやっぱり自由な発想で、はい、こういろんなプレーをこう研究するそういう習慣があったからこそ、こうどん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 進歩していく、はい、バスケットボールの環境にもやっぱりついていってプロとして活躍できている、まあ、そういう、こう、まあ、考え方の土台がもうジュニアの時にはできていたというようなイメージですか。そんな感じですかね。まあ、高校大学もなんか大学の時はあんまないんですけど、はい、僕の中ではその高校の時に、はい、そんなパス通るかみたいなやつを次のプレーで全く同じプレーするとかもやってたんで、はい、あ、なるほど、ダメって言われたことやり続けたりとか、はい、まあ、大学時代の僕代表行った時に、はい、まだ当時フローターってい こう浮かすシュートが主流じゃなかったんですよ、はい、で監督の方にフローター打つなって怒られたんですよ、はい、僕それフローター打って外したんで怒られたんですよ、はい、でも2回目も同じフローター打ったんですよね、はい、でそれも外してまためっちゃキレられたんですよ、はい、でも3回目打って決めて何も言われなかったんで、はい、なんかそこはなんていうんですかね、そういうのもあって、はい、なんていうんですか、そういうのも大事かなって僕は思ってます、個人的には。もちろん受け入れることも大事だと思うんですけど、はい、やっぱ自信持ってそういう自由な発想でやるっていうのは大事かなって思ってます。そのバランス感覚ですね。そうですね、その指導者の方の言うことをちゃんと素直に聞くものも大事だと思いますし、まあ、そのスキルがね、新しく進歩してるんだったらそれを信じて自分でやり続けるっていうのも大事かなっていうのは、はい、はい、では逆にもうちょっとあの時この練習頑張っておけばよかったなっていうようなことってあったりしますか。あんまでも僕の場合は後悔しないというか、はい、その時の俺が例えばメンタル弱かったからその練習してなかったとか、当時の俺の考え方ではもう足りなくてその練習をしてなかったって思うタイプなんで、はい、だったら今からやればよくないかなっていう、僕としてはそういう考え方なんで、はい、僕もともと高校の時とかまではスリーポイントバンバン打ってた選手だったんですけど、はい、大学でドライブに目覚めてドライブしか行かなくなってとか、はい、でスリーポイント苦手になっちゃってっていうのがあるんで、はい、そこの時にスリーポイント一生懸命やっとけばなって思うことももちろんあるんですけど、でも今からでも伸びるんで、はい、正直一生懸命頑張ればあんまりその後悔は。なるほど。でもなんかスリーポイントがなかった分ドライブがめちゃくちゃ上手くなったかもしれないんで、それはあるでしょうね。実際にその多分そういうのはあると思うんで、はい、今のドライブがあるのはスリーポイント打たなかったからだって思えば、じゃあそのドライブにプラスアルファでスリーポイントをもう一回覚えればより強い自分になれると思うんで、僕はそっちかって言ったらそういう考え方です。発想の転換というか。そうですね、まあ悪い意味だと都合いいとは思われるかもしれないですけど、僕としてはそういうふうにポジティブにどっちかっていうと常に成長していきたいなっていうのを思うタイプです。今その宇都選手のお話をこうずっと伺っていると、まあやはりもうプロとしてこうトップで活躍されてるだけのやっぱり実力努力があるので、やっぱりその時その時で
音選手の全力を尽くしてやってきたってそういう思いがあるからこそそういうポジティブな姿勢で取り組めているのかなというふうに強く感じるんですけども、うん、やっぱりそういう部分ってご自身でどうですか。例えば高校の時に走り込みで手抜いちゃったなとか。そのあでも全然ありますよ。あ本当ですか。もうそれはやっぱ人間なんで、はい、なんか足痛い振りとかもしたりとかしたんですけどね、あんま通用しなかったですね多分僕が多分演技が下手なんでしょうね。なんか当時からなんかそういうのはよくバレるタイプで、顔に出ちゃうのがすぐバレるタイプで、あんまりサボれてなかったですね。あとなんか僕高校ぐらいまでは本当になんかサボると負けみたいなのがあって、はい、そのコーチが僕らに貸した練習に対してその練習をこなせなかったら負けみたいな、わけわかんない負けず嫌いがあって、なるほど、当時はもう本当そういうなんてもう本当負けず嫌いの最上級みたいなのがあったんで、なんかそのこんな練習もこなせねえのかって思われるのが嫌でやってたっていうのがありますね。もう余裕そうな表情でやったのみたいな。そうですね、もうむしろその日になんかコーチにこんなこともできねえのかって言われたら、もう次の日には絶対できるようにしとこうと思って、その練習の後それしか練習しないみたいなこともよくあったんで、そういうメンタルでずっとこうジュニアの時からやってこられたからこそ、こうできないこととか、はい、こう弱点になってしまったことに対してあの時やっておけばなっていうようなこうネガティブな気持ちではなくて、いやこれからこれできるようになったら最強じゃねみたいなっていうふうに思いますし、まあ、あとはできないことにフォーカスしてもしょうがないんで、はい、できないんだからじゃあ違うところ向上させようって思うのもありますね。あなるほどです、ね、はい、まあ、今はどっちかというとできないことをできるようにしようって思ってるんですけど、はい、その試合中はできることにフォーカスして、はい、いかにできることを工夫してやれるかっていうのを常に考えてプレーしてます。なるほどですね。やっぱりその1試合の中でできないことが急にできるようになるっていうのはなかなかないですから、練習でね、やっぱり今みたいにオフ、はい、シーズンオフの時期に打ち込んで練習するっていうのはすごく大事だと思うんですけど、1試合目にいきなりねできるようになるとはないんで、そこをどう生かすかっていうのを僕は常に思ってます。なのでこう普段の練習ですとかオフシーズンにはやっぱりしっかり課題を見据えてそれを改善するためのトレーニングはもちろんやっていくけども、その試合の中ではやっぱりできないことに引きずられて、できないことを気にするよりはいかにできることでパフォーマンスを出していくかっていうところにフォーカスしてやっていく、そういう気持ちも大事かなっていうのは思います。はい、ありがとうございます。まあ、特にやっぱりジュニア世代の選手ってどうしてもこう、まあ、当たり前ですけども大人のプロの選手と比べるとやっぱりメンタルが未熟で崩れやすい部分もあると思うので、やっぱりそういうところでこう試合中はやっぱりできることとかこう自分の得意なことにフォーカスして、こうあんまりこうできないことを気にしすぎてメンタルが崩れないようにするっていうのも、まあ、大事になってくるんですかね。うん、じゃないですかね。僕はそう思います、ね、どっちかっていうと。その、はい、はい、ありがとうございます。ではその他に、まあ、今ジュニア世代で頑張ってる選手にこれからプロで活躍していきたい、やっていきたい、そういう選手に何か伝えたいことってありますか。でも何をするにも自分次第かなって思いますね。なるほどですね。自分がやりたいなら一生懸命やった方がいいと思いますし、自分がプロになりたいとかもっと上を目指したいっていうんだったらその環境に身を置いたりとか、まあ、親御さんに協力してもらったりとか、自分なりに一生懸命いろんな動画見て自主練めちゃくちゃするとかっていうのをもうとにかく自分がどうしたいかで決めていくっていうのが一番いいかもしれないですね。できるかどうかよりもやりたいかやりたくないか、もうそうだと思います。僕はだから高校はあれでしたけど、中学校の時は親にバスケットをしないと、なんか親に勉強しようって言われたことなくて、はい、テストでとか内申点っていうんですか、かなり上の方で上位で、はい、その理由が親にバスケットをやりたいなら頭良くないとダメだよ、高校選べないよって言われてますよ。はい、で僕当時バスケットめちゃくちゃ、まあ、今も好きですけど、当時はなんかその本当にバスケットがもう大好きで
やってたんで、あ、そうかと思って、それを言われたんで、はい、別に勉強嫌だったんですけど、はい、やってたんですよ、自分で塾行って。もう一生懸命部活後に行ったりとか、はい、家帰ってきても勉強したりとかしてたんで、それって結局自分がバスケットしたいから勉強してただけで、はい、頭良くなりたいからとか点数いい点数取りたいからじゃないじゃないですか、はい、自分がどうしたいかで どういうふうに僕が行動を取るかだったんで、そこの育て方はありがたかったですね。でもそのなるほどですね。なんかそういうふうに育ったからか分かんないですけど、はい、逆に高校の時はそのそこまで賢い高校ではなかったんで、特に勉強する必要がなかったんで、はい、むしろバスケットに僕はもう集中して一生懸命バスケやるっていう風にこうフォーカスしたりとか変わっていったんで、目指したいところのためにやるっていうのはまああれですかね。今お話を聞いてるとこうやりたいことだけをやればいいというものでもなくて、その本当にやりたいことのためにこうやらなきゃいけないことがあるんだったら、やっぱりそういうこともきちっと、まあ、実はあんまりやりたくないことでもやらなきゃいけない、そういうこともこうしっかり粘り強くできるっていうところも、やっぱりジュニア世代の選手にとっては大事、すごく大事かなと思いますね。まあなんかこれを小学生とか中学生に言うのもあれですけど、正直使わなくないですか、小中高で習ったことそこまで使わないですよね。そのなんかここのね、面積の測り方とかですね、あんま、そうですね、ね、使わないんで、でもそれをなんていうんですか、やることで自分の中で例えば必要じゃないと思っていることも一生懸命やることで、必要なことも一生懸命やれると思うんで、なるほどですね、そのために必要じゃないことも自分では無意味だと思うことも、まあ頑張るっていうのはこっちで頑張るために必要なことかなって思います。なるほどですね、はい、まあ、そのただ自分がやりたいことだけやってればいいんじゃないですか、そうかなって僕は思いますね、はい、個人的には。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではね、ここまで、ジュニア世代の選手にた、はい、いろいろなお話聞いてきましたけれども、今度はそのジュニア世代の選手を教える指導者の方に、向けたメッセージというか、質問をね、いろいろさせていただきたいと思います。まあ、いろいろな指導者の方と関わって来られたと思いますし、今もまあいろんなコーチですとかトレーナーさんとかとこう関わっていらっしゃる中で、本当にいろんなこう指導者の指導の形とか、見てこられたと思うんですけども、まあ、抽象的になるんで難しいと思いますけども、宇都選手の中で理想の指導者どういう方なんですか。まあ、でも僕が好きな指導者としてはやっぱりその子たちの個性を見れるとか、はい、そのコーチも向上しようとする人たちというか、はい、いう指導者っていうのは僕は好きですし、はい、まあ、あと理想でいく、僕の中の理想でいくならば、はい、まあ、仮に僕がなりたい指導者っていう体でいくならば、はいはいはい、僕はその子供たちの例えば失敗だったりミスをただただ起こるのではなくて、じゃあどうしてそのミスになったのかを考えさせてあげるようにしたい。だからどんどんミスして失敗して学べばいいって、僕はそういうコーチになりたいですね。なるほどです。ただ失敗したから怒るのではなく、はい、どうしてその失敗になったか、じゃあそれが、いけない失敗の仕方だったのか、はい、チャレンジした結果の失敗だったのか、はい、もう全然意味合い違うと思う、はい、弱気にプレーした結果のミスなのか、はい、強気にいった結果のミスなのかで、はい、全然違うじゃないですか。なるほど。そういうのを僕は一生懸命教えれる、はい、ミスがいいとは言わないですよ、もちろん、はい、ミスはミスでダメなんですけど、今のミスは次につながるよねっていうのを見極めて、その子たちに教えてあげたいっていうのはすごくあります。例えばこう、まあ、先ほどのお話の中でありましたけども、昔こうフローターのシュートを外した時に、はい、そんなシュートを打つなよ言われました、ね、ではなくて、それがまあ、勝負しに行って、そうですね、それしかない、もうだったら決めてこいぐらいの、それ打つんだったらもう決めろみたいな、
っていう風な教え方をしたいですね、僕は。まあ、あとは次はこういう風に打ったら決まるんじゃないかとか、そうですね、僕はそういう指導者に、なんていうんですか、僕はなりたい、個人的に。逆にそれが逃げで打ったシュートだったら、もうそれは逃げたらダメだろうって言えるような、はい、あとまあ単純にその技術を使う場面だったのか、じゃないのかっていうのはもちろん教えますし、そこのミスっていうのは教えますけど、ただただそれを打ったから外したからダメ、それはもうやるなっていうコーチ、僕自身はそんな嫌かなっていう、その結果だけを見て何か言うんではなくて、はい、こうもっといろんなこう状況ですとか、そうですね、その選手の個性とか状況をこうしっかり見た上で、はい、一生懸命僕も頭使って指導したいなっていう、一概に自分のポリシーでこれがダメっていうやり方は僕はあまり好きじゃないっていう、やっぱり指導者にもやっぱりそういう選手に合わせた柔軟性が あった方がやっぱり選手も伸びるっていうところですね、はい、ありがとうございます。まあ、今こう宇土選手の話聞いていると、まあ、やっぱりその中学時代にものすごい個性的な、指導者の方からこう、まあ、かっこよくバスケを、そうですね、遊びながらやれって言われましたね。ですね、まあ、そういうのも、すごい今の宇土選手に影響を与えてらっしゃると思うんですけども、やっぱりそういうお話を聞いているとやっぱりその指導者の指導にで選手のパフォーマンスって全然変わってくるなっていう印象を受けるんですけども、やっぱりその指導者によってパフォーマンスって変わると思いますか？そうですね、やっぱそれは正直子供たちがどんだけ僕は考えてやってほしいとは言ったものの、指導者がそもそも出した指示がそこまで重要性ないものを一生懸命考えても結局この子の伸びはちょっとしかないわけで、すごく面白い指導をした人がに一生懸命考えた子たちはこれぐらい伸びると考えたら、やっぱ指導者がどういう話をするかとかどういう指導をするか、一生懸命今の現代のスキルを取り入れてなおかつ昔の良さも取り入れながら一生懸命教えるっていうのはすごく僕としては大事かなって思います。やっぱりそういう意味ではしっかり選手が自分で考えて努力すればそれだけ伸びる、そういう余地のあるこう指導ができる、はい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 、そういう指導者の方がまあいればいるほどやっぱり選手は伸びていくのではないかなって僕は思ってますね、はい、ありがとうございます。そうなるとまあやっぱりそういう、こう選手が伸びる余地の大きいそういう、こう練習メニューですとかアドバイス声かけができる指導者っていうのが、まあ、やっぱり上手な指導者っていうことになってくるんですかね。まあこれから先はそういう指導者が、まあ、やっぱり生き残っていくといったら失礼かもしれないですけど、はい、まあ、そういう指導者が増えていくといいのかなと思いますし、多分そういう人たちが多分今後も日本のバスケットを教えていくんじゃないかなって僕は思ってますね。なるほどですね。やっぱり昔のバスケットにこだわるのももちろんかっこいいことでは、一つのことにこだわるっていうのはすごくかっこいいことだと思うんですけど、やっぱり時代は変わりますし、ね、そのじゃあ昔のバスケットこだわってるから僕はずっとガラケーしか使わないっていうんだったらまあ逆にかっこいいと思うんですけど、でも iPhone は使いますっていうんだったらなんかそういうは違くないって僕は思っちゃうんで、なんかね、別にじゃあバスケットでも新しいの取り入れたらいいんじゃないのかなって、その昔の良さに新しいものを取り入れたりすれば、それでなおかつプラスアルファになると思うので、まあ、そういった指導者に僕はなっていきたいなと、まあ、僕が指導者になるのであれば。なるほどですね、はい、はい、ありがとうございます。今までこう選手として活動されている中でそういういい指導者の方にこう出会った経験っていうのはやっぱりありますか？そうですね、まあでも結構いろんな指導者に教わってきて、人それぞれ良さがすごくあったので、まあでも僕はすごく指導者には恵まれたのかなって思いますね。まあ、なのでその時その時のこう指導者の方
が、まあ、指導をしてくださったおかげで、まあ、今こうプロとして活躍できるそういう土台もできたし、やっぱり考え方の土台もできて、だいぶパフォーマンスは大きく伸ばせた、そういう、こう印象はしっかり持ってらっしゃるというところですか。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。まあ、じゃあ最後にですね、これはちょっと、まあ、まだその当時の指導者の方もいらっしゃる中で、ちょっと言いづらいかもしれないんですけども、あの時こういう教え方をしてくれればな、みたいな、そういう経験ってあったりしますか？まあ、僕が出会った人はな、基本的にはみんな向上心あるコーチで、どちらかというと一生懸命新しいものを取り入れようっていうするタイプのコーチだったと思うので、なんかあんまりこういう指導してほしかったなみたいなのはなかったかな。なるほどですね。まあ、しっかりその向上心があって常にその自分の指導をアップデートして選手を伸ばしていこうという気持ちがある。そうですね、熱い人たちが多かったと思うんで、うん、ないですかね。なるほどですね。まあ、そういうのもあってこう今指導者の方からすごい恵まれたっていうようなコメントもありましたけども、逆に言うとやっぱりその指導者としてはこう常に選手を伸ばすために自分がこうどういう指導をするのが一番なのかっていうのを真剣に考えて知識と情報をもうアップデートし続ける、そういう姿勢を持った指導者の方にやっぱりジュニア世代の選手を教えてほしいっていうところですよね。そうですね、はい、やっぱりどうしても昔のこだわりを強く持った方っていうのはやっぱりいるので、はい、一定数やっぱりスポーツは特に多いですよね。はい、もうそのやり方で日本一になってたりとか、はい、例えば、まあ、なってない方もそのやり方が自分で一番正しいと思ってる方って一定数いるんですよ。やっぱりその言い方的にどうか、まあ、正しいか分かんないですけど、こう意思が固いというのか頑固というのか、はい、まあ、一定数いるので、まあ、できればその人たちもやっぱりその意志の強さは素晴らしいことだと思うので、別にそれを崩せというわけではなく、プラスアルファでいろんな情報だったり知識、いろんなこう現代のバスケットを取り入れるっていうのはその昔のバスケットのプラスになるんじゃないかとも思うので、そこはそういう指導者出会ってほしいなと、その小中高今の子たちを教える人たちは、まあ、そうなってほしいなっていうのが僕の望みというか、ね、はい、僕はそう思いますね。こう自分の時代にうまくいったことをばかりに固執するんじゃなくて、はい、まあ、そのいいところはしっかり残しつつも、そうですね、やっぱり新しいものをどんどん取り入れて、はい、っていうのは、まあ、もう本当に今おっしゃった通りやってほしいな。やっぱりジュニア世代を、ね、教えてらっしゃる方からすると、やっぱりどうしてもジュニアの選手には基礎基本をしっかり教えてあげて、っていうところをね、すごい大事にしてらっしゃる方も多いと思うんですけども、まあ、もちろんそういうところは大事にしつつも、やっぱりアップデートすべきところはアップデートして、で、常にご自身の指導についても高めていく努力をしていっていただければなと思います。はい、はい、本日は宇都選手に、ご協力いただきましてですね、選手の、ね、パフォーマンスをこう伸ばすにはどうしたらいいのかというところですとか、どういう指導をジュニア世代の選手にしていけばいいのかというところについてですね、お話を伺っていきました。長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、この動画が、ね、参考になった方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、バスケットボール上達塾の方も、ぜひ、ね、購読よろしくお願いいたします。はい、それではね、またバーミシャス奈良さんの、2022年2023年シーズンとね、宇都選手のご活躍にもご期待ください。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。